E233 系による武蔵野線での営業運転が決定しました。武蔵野線では現在209系や E231 系が活躍をしています。しかし E233 系が条件付きではありますが、なんと営業運転することになりました。今回は武蔵野線に関する E233 系の事情を考察していきましょう。この動画ではまず、そもそものなぜ E233 系が来ることになったのかについてお話をしていきましょう。また実を言うと今回のこの E233 系の営業運転、史上初じゃないんですよね。このことについてもお話をしていきます。そして、武蔵野線の将来は一体どうなるのか、このことについても考察しましたので、今回は、この E233 系に関するお話をやっていきます。それではまず、武蔵野線の E233 系に関するお話をやっていきましょう。一応これ、武蔵野線と言っていいのか怪しい。結構これ昔実は、武蔵野線と言って炎上した事例があるんですが、京葉線の市川塩浜から西船橋及び西船から南船橋、この区間が、なんと最近 E233 系の運用増えてんですよね。もともとというか今現在もそうですが、ほとんどの運用が武蔵野線の電車で運転されている京葉線の区間ですね。もともとこの線路自体、武蔵野線に連絡するための路線なんですよ。ただ西船橋から蘇我で最初京葉線作っちゃったんで、西船も一応京葉線の管轄っていう扱いからか、結論としてはまあほとんど武蔵野線電車が活躍する線路とはいえ、なんか京葉線扱いになってますね。まあこんな半分武蔵野線の京葉線ですが、最近 E233 系5000万台の運用が若干ですが増えてます。一番大きい事情としては西船橋方面の利用が多く増発をするって目的ですね。東京から西船橋の区間って結構、特に新木場を過ぎたあたりから混雑していきます。とにかくこの利用者が多くて、やっぱり積み残しとかは発生することがたまにあったですよね。しかも積み残しが発生すると次までなんか電車が15分20分来ないこともあんで、まあこれはさすがにまずいって判断されたのか、あと純粋に利用状況を反映したって感じで、結果として E233 系の赤い電車を使うようになりました。意外と知られてませんが、南船橋から西船橋も相当な混雑をすることで、帰宅時間帯有名です。あまりに利用者が多すぎるため、ここ実は、なんと増発をされたんですよね。その際にも確か E233 系が使われた記憶があります。それこそ、京葉線 E233 系登場時って、この区間を走る E233 系ほとんどなかったですが、今となってはラッシュの時間帯限定とはいえ、多少見れるようになりましたね。なんちゃって京葉線状態、実質武蔵野線状態はこれで若干緩和されたかもしれません。まあ、今回のメインはここじゃですが、一応 E233 系、このように、京葉線の電車を使って、半分武蔵野線状態の京葉線も、ちょっと運転されるようになったことは紹介しました。まあ、それに加えて実は、この武蔵野線 E233 系が、なんちゃって京葉線じゃなくて、まあ、本当の武蔵野線の区間、ここで営業運転したことがあるんですよ。具体的にどういう感じかっていうと、E233 系0番台中央線の編成ですね。なんとこのオレンジの電車が武蔵野線で営業運転しました。ちなみにこれはしっかり証拠もある本当の情報です。結構昔の話ですが、115系のダイソーで若干このケースがあったんですよ。例えばですが、115系が営業運転中に急遽故障し、代役として急遽この E233 系0番台、突然ですが、武蔵野号に入って、武蔵野線内営業運転したですよね。ちなみに運行スタイルもちょっと特殊で、4両編成の電車が武蔵野線を走るって感じでした。4両編成で営業運転すること自体結構珍しいんですが、そもそもこの列車はどういうものかっていうと、いわゆる今現在運転されている武蔵野号のちょっと特殊な派生系の、武蔵野奥多摩号っていう風になってます。奥多摩から直通運転する運用なんですよね。所定は115系の、なんかどうやら事故当時は高崎の車両センターの電車が使ったそうですが、これが不幸にも故障し、一部運休の上、突発的に E233 系による代走が実施されました。ちなみにこの武蔵野奥多摩号ってのはどうやら臨時とかそういう扱いだそうで、ちょっと珍しい系の電車って感じでしたね。ただ、いいリサーサー気が入っちゃったんで、まあ、ちょっとどころじゃなくめちゃくちゃ珍しい電車になりました。ちなみにこの、武蔵野奥多摩号の大掃除にいいリサーサー系が、すごい幕浦車ですよね。大宮行き担当されたですが、なんと大宮っていう幕を出してます。これがいかにやばいかっていうと、中央線のいいリサーサー系、当然ですが、大宮には普段行きません。ですが、この幕浦車ですよね。このいいリサーサー系0番台、結構珍しい枠をいっぱい持っており、松本とか長野地区の駅の幕さえ持っているという話ですから、なかなかすごいですよね。そればかりかこの電車、武蔵野線の方の幕まで持ってますから、一体どんだけ枠があるんだっていう風に感じます。結構珍しいこの武蔵野線のいいリサーサー系運用ですが、幕が普通に出たんで意外と違和感なく走れたかもしれませんね。なんか臨時とかそういった特殊な幕でごまかすんじゃなくて、普通に正々堂々、快速大宮とかそんな感じで、京浜東北線かやと思いつつ、なかなか面白い光景だなと感じました。確かこの武蔵野号って、時には中央線トヨタの115系を使ったこともあったですよね。まあ、こんな風にいろんな電車が使われてましたが、たまになんか代走することもあった記憶あります。1年に1回あるかないかぐらいですが、まあやっぱトヨタだったら、ちょうど同じいいリサーサー系もトヨタにいますし、まあそういった意味で使いやすかったかもしれません。一応こんな感じで、昔はこのいいリサーサー系のダイソーが極めて前にあったですが、まあ最近は全然ないですね。一番大きい理由としては、武蔵野線の武蔵野号の運用が変更されたことでしょうか。とあるタイミングを境に、武蔵野線の電車を使うよう変更されました。武蔵野線の電車による運用になったので、両数も8両と、まあいいリサーサー系のダイソーは結構厳しくなりましたね。それに加えて、そもそもの武蔵野線の電車ってそんな、車両数ギリギリとかそういったこともなく、まあ、車両もそんなに、115系とかあれに比べたらそんな古くなかったんで、致命的な故障によるダイソーとかそういうのは全然なかったんですよ。まあそういったいろんな事情が重なって、今現在はこの E233 系によるダイソーはあまり見えなくなってますね。しかしながら最近なんと JR 公式より0番台がかなり久しぶりですが武蔵野線で営業運転することを発表しました。E233 系0番台がなんと貸し切りですが、武蔵野線内で本当に営業運転することを JR 東日本公式プレスが発表したですよね。八王子支社の資料ですが、なんと10月8日限定で E233 系の武蔵野線の営業運転が見えます。まあ営業運転といってもこれはあくまで E233 系の観光ツアーって感じですが、ただ営業運転するのはちょっと面白いですよね。ちなみになぜそもそも論この E233 系を使ったイベントをしようと思ったのか。この理由として、武蔵野線の開業50周年。これですね。武蔵野線が開業してから50周年をお祝いして、なんかそういう特別な電車を走らせるって感じです。なんか普通に考えたら武蔵野線に関連する電車で走ればいいじゃんっていう風に感じますが、今回はなんと、わざわざ E233 系中央線の電車を持ってくる感じになりました。やはり昔の武蔵野号とかその周りのダイソーでまるに走ったことを再現したでしょうか。まさかすぎますよね。普通に考えたらなんかいい231系とか持ってきそうですが、ちょっとここは個人的にもびっくりっていう風な気持ちになりました。ちなみにこのイベントに関する PR 情報にも、がっつり武蔵野線 E233 系っていう風に書いており、もう露骨にこの形式を押していることがわかります。ちなみにこのイベント、お金を払えば一応電車に乗ることもできますね。ちなみにこの料金は結構高かったりします。全面展望プランが、一組なんと、6万円とかそれぐらいするんですよね。ちなみに一組というのは一人で乗っても、4人で乗っても同じって感じです。一組63,400円ですから、まあ、E233 系の営業運転って考えたら、これは相当高い金額ですね。それに対し、通常プランってのもあって、これは先頭車の全面展望の専用スペースに入れないですが、一応なんか 9,634 円。これは金額になんか意味があるでしょうかね。1円単位で金額が書かれていて、なかなか細かいなぁと感じました。ただやっぱりこの金額の数字、この9634、なんかよく見るとなんかあれですね。9000プラス634。スカイツリーの高さは634メートルですから、まあ、武蔵ってことで、武蔵野線にちなんだ料金になってましたね。やっぱりなんかこの端数まで細かく書くのは何だろうと思いましたが、なんか意味があるのかなって考えたらありましたね。まあ、9000円と仮定してもやっぱり、普通にこの武蔵野線の往復運賃と比べたら結構高いため、やはりE233系のプレミア料金は入ってますね。なんとこの、武蔵野線の営業運転、かっこ貸し切りですが、南越谷まで入線することが判明してます。多分南越谷から先の貨物ターミナルの方まで入るでしょうね。この貨物ターミナルで折り返して、なんか、また、府中本町の方まで行くことが分かってます。一応今回のこの貸し切りツアーの運行経路が書かれている紹介すると、まず、東所沢駅から南越谷駅に行き、そこから入れ替え作業をするそうです。確か南越谷駅ってのが深夜に武蔵野線あるため、まあこれに近い運行形態なんでしょうか。まあ私はそもそも深夜の武蔵野線に乗ったことがあるため、詳しいことはちょっとわかりませんが、でも確か翌朝、南越谷始発っていうのもあった記憶があります。まあそう考えたら結構営業運転のこの E233 系とか関係なく、割とこの南越谷の入れ替えが見れるのは珍しいかもしれませんね。そしてここから府中本町まで行き、府中本町でいつもの電流線に行くでしょうか。あそこで折り返すかなって感じです。武蔵野線電車は一般に府中本町到着後折り返しで、入れ替え線に入り、そしてそこから折り返して戻ってくるっていうスタイルになってます。割と結構この運行形態って珍しいですよね。JR の電車って結構割とホームで折り返すことが多いため、折り返し線を使うっていうのが割と個人的に面白いなと思ってます。京王とかあったら笹塚、小田急だったら、まあ、千代田線ですが、代々木上原とか、まあ、私鉄だったら結構そういう折り返しって珍しくないですが、なんか JR でこの方式を取るっていうのはちょっと意外と少ないため、面白いと感じる点はありますよね。そしてこの、武蔵野線の電車、府中本町から折り返して東京に行くんですが、東所沢まで行って終わりって感じですね。そして今回ここでポイントになるのは、やはり南浦とか、南越谷の方まで営業運転で入ることでしょうか。これ確か E233 系のダイソーって武蔵野号なんで、武蔵浦和から、いわゆる東の方向には営業運転で入った記憶ありません。そのためもしかしたら初営業いいかもしれませんね、この区間は。プラスアルファ、府中本町駅の乗り入れも初めてかもしれません。確か武蔵野号って、西国分寺のちょっと前あたりから分岐をするため、結局のところ確か、この府中本町駅まで E233 系って営業運転で、まあもちろん南武線は置いといて、武蔵野線の方ではなかった記憶があります。ダイソー含めてもここら辺確か昔なかったんで、まあこういったところを E233 系が実際に走るってのはちょっと面白いかなって感じました。府中本町駅ではちなみに南武線の E233 系と並ぶ姿が見えるかもしれませんよ。まあ実際立川でもなんか並ぶことがあったため、確か府中本町の電流線は普通にホームが上、なんか施設がないため普通に明るいところに来れるっていうところはあるものの、まあ、並ぶこと自体はそんなに珍しくないかなとは感じますね。ただし、少し普段とは違う場所で、並ぶという点に価値はあるかなと思われます。実は、こういった感じで、なんか営業運転実施する前に、とりあえずなんかツアーで電車を走らせ、その後、その電車が実際に増備されたりして導入されるというケースが、ないことないですよね。具体的な例としては、横須賀線の E235 系です。横須賀線で現在 E235 系導入されてますが、実は E235 系って昔、この導入される前から営業運転したんですよ。山手線の E235 系が営業運転開始するちょっと前に、ツアーって感じでなんと横須賀線を突然走ったんですよね。そういうツアーをするんだったら、山手線でもいいじゃんっていう風に感じますが、山手線は、まあ本数も多いからこういう風だった可能性があります。ただ横須賀線を走行した理由は結構謎ですね。一応一説としては、実際に将来的になんかもうここに導入する予定があるから、プレオープン的な感じでテストで走行させたという説があります。まあ実際そうだったのかは不明ですが、本当に E235 系1000万台が現在作られてますよね。っていう感じで、武蔵野線に実際 E233 系を長時間走らせて、テスト運転も兼ねてるかもしれないっていう話はあるんですよ。まあ実際やっぱ臨時ってこともあって、トラブルが起きても対応しやすくなってますし、まあそういったいろんな事情があるのかもしれません。やっぱり E235 系の事例がある以上、武蔵野線に E233 系を持ってくるとか、そういったフラグは否定できませんね。ちなみに武蔵野線に E23 先が来るルートとしては、横浜線 E23 系がもしも本当に導入される場合、一応なくはないですね。横浜線で E23 系が、もしも本当に予定通り導入されたら、E233 系が余ります。そしてこの路線の E233 系は84平成でちょうど両数側ですよ。モーター車の配置がちょっと従来とは違うため、これを組み替えればまあ使える感じでしょうか。そしてこの横浜線の電車を武蔵野線で活躍するメリットとしてはやはり209系の交換になります。やっぱりちょっと209系って E231 系と比べてもシステム面の違いとか色々あるんですよ。多分 E233 系の方が E231 系に近いシステムを採用してますから、管理をする面で結構便利です。例えばですが、この209系を横浜線 E233 系に交換されることによって対処することができます。まあ、実際正直な話をすると横浜線 E233 系自体が横浜線に残る可能性結構現在高いため、このプランが実行できるか以前に、なんかそもそも電車が余るのかっていう話がですが、まあ一応もしも仮に本当にこれで余ったとしたら、まあ武蔵野線は結構定用候補としては有力かもしれません。武蔵野線は運用数を増やしたいっていう面もありますからね。実際やっぱ利用者が結構年々増えていて、朝の時間帯コロナウイルスでもなんかトップクラスに混んでましたから、まあやっぱりなんかちょっと、この線区は今後も利用が増えることを見越し、もうちょっと平成数を増やすという対応はありかなとは感じます。余った209系はまあ、例えば房総209系に比べたら結構状態はいいため、なんか外房線の上総一宮から千葉の運用とかそういった八葉固定の運用を中心に使わせるってことができるかもしれません。内房線、外房線は運用変更に伴い、割と結構運転区間が八葉平成固定の場合割となんか、多くが30分とか40分くらいで終わるものが多いんですよね。それだったらまあ、ロングシートのトイレなし通勤電車でも、まあ十分担当できるかなとは思いますね。まあさすがに、立山とかあそこら辺に行く運用は日常的に使いたくないですが、それでもやっぱ209系のうち状態が悪い平成も結構いるんですよ。なんならちょっと平成の組み替えの都合で、若干初期の川重生がいたりとか、状態が悪い平成がいないこともありません。まあそういった交換用としてとりあえず暫定的に使うことはできるかもしれませんね。状態がいい209系2000万台シリーズと普通の500万台シリーズが共存し最終的にまとめてなんか新しい形式交換されるっていう対応はできるかもしれません。209系の延命措置の一環としてこういう手も使えるため、まあ一応車両の導入自体はありっちゃありですね。ただ何度も言いますが、そもそも論、この武蔵野線にやってくるかもしれないと言われている、横浜線 E233 系そのものが置き換えられずに、ワンマン運転の改造を実際ということから、そもそも横浜線でこれからも活躍していくから、じゃあ結局電車は来ないんじゃないかっていう風な見方も結構強いです。まあそんな感じでこの武蔵野線 E233 系が将来実現するかについてはちょっと怪しみも強いですね。ただやっぱりなんか、横須賀線 E23 系の事例もあるように、わざわざ通勤電車を使ってこういった特殊な電車を運転するってことは何か意図があるかもしれないという風には感じちゃいますよね。今回全面展望を結構したため、まあもしかしたら結構 JR 東日本特急って高運転台で全面展望が見づらい特急型が多いことから、なんかそういった通勤電車を手配した可能性もありますが、まあとはいえやはりなんか普通の在来線電車がこのように特殊なツアー電車になるのは珍しいし、何かやっぱり将来的な意図があるんじゃないかなとは感じちゃいますよね。普通に武蔵野線電車を使わず、あえて E233 系を使うあたり、何か意図とか他には狙いがあるんじゃないかとは当然感じますよね。そして将来的に E233 系が本当に武蔵野線に入るのか、個人的には結構注目かなとは感じました。まあ現状の様子見ると結構可能性としては微妙ですが、将来の電車の余り具合とか大体計画次第では、まあ確かに来てもおかしくない面はあるんですよね。今後の E233 系の動きには非常に注目かなとは感じました。中央線電車若干余りますからね。何かしら今後この路線にも動きがあるかもしれません。このチャンネルでは、鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。